ゲビュルツ・トラミネールは白ワイン用ブドウ品種である。下皮は灰色を帯びたピンク色をしているが、作られるワインはすべて白ワインである。ゴブルツとはドイツ語で香辛料の意味で、ライチの香り、グレープフルーツ、または藤色のバラの香りとも表現される非常に強いアロマに由来する。一方、トラミネールは南チロル地方の村トラミンに由来し、現在も南チロルの一部では、 栽培が続けられている。これが近世になってからドイツのファルツを経由してフランスのアルザスやジュラに持ち込まれたとされている。フランスのジュラにサバニャンというカヒがピンク色のブドウ品種があり、キワインや麦わらワインと呼ばれる高級白ワインに仕立てられているが、この品種の別名がトラミネルといい、ゲビュルツトラミネールと別品種扱いをされているものの、ほとんど 変わりがないと言われている。現在この品種を最も多く栽培し、世界的に知られているのが、フランスのアルザス地方である。非常に強い、しかし上品なアロマをその特徴とする、このワインは、リースリング、ピノグリと共に、アルザスを代表する高級ワインとなっている。通常は引き締まった辛口に仕立てられるが、ブドウを、おそつまみにしたり、または、 皮膚化したブドウを手摘みするるるここととにより甘口の超高級デザートワインがが作られることがあるアルザスでは、この品種のワインを蒸留し、香りを生かすために、損に貯蔵せずに、透明のまま瓶詰めされた、独特のブランデーも作られている。ドイツとオーストリアでは、この品種から、アウスレーゼクラスの甘口高級ワインが作られている。栽培面積の多いのは、 アメリカ合衆国のカリフォルニア州からオレゴン州にかけてで、その他にイタリア、スペイン、クロアチア、カナダ、チェコ共和国、オーストラリア、南アフリカ共和国、チリなどでも作られている。ありがとうございます。